こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回ですね、僕がグランドトリックやるときに、メインで履いていますこのノースウェーブのニューモデルエッジを紹介したいと思います。はい、このエッジですね、まず僕がグランドトリックやるときに重要視しているのが足首の動きですね。足首がしっかり動いて膝が入る動きっていうのを重要視しているので、その、自分の動きに合わせてしっかりしなってくるくれるブーツがこのエッジです。見ていてくださいね。はい、膝を曲げて足首を使おうとした時にギューッと、はい、しっかりとしなるようになってます。こうしなりが得ることで膝を落としてしっかりとした安定した姿勢が取れるようになってきます。まあ、踏み切りの時とかね、膝を落として低い姿勢を取ることができるからボンと、ね、高さを生み出すことができたりします。でさらにただ柔らかいだけだとグニャグニャの安い物でいいと思うんですけど、これはレスポンスがいいです。しっかりしなったところからポンとね、ポンと膝を曲げた時に自分の筋肉だけではなくて今度膝を伸ばす力をブーツが生み出してくれるので、そういったところで助けてくれるブーツになっています。はい、次にこのレースですね。はい、2本のレースを使い分けて足の甲、足のすねの部分を締め分けるタイプになってます。このようにグリップが2本あります。でこの部分がねバックルがあるんですけども、このバックルカチンカチンと、はい、一番下まで下げるとガバッと緩みます。で下もここ引っ張るだけで、はい、これで緩みました。締めるときは逆にこのバックルをカチンカチンと上げて、はい、黒から引っ張ると足の甲がギュッと締まりますし、赤を引っ張ると足のすねがギュッと締まるので、そこからこのバックルをバチンバチンと、はい、固定すると簡単に履くことができます。脱ぎ履きも非常に楽ですし、固定力が強いのでしっかりと足をフィットさせることができてできます。でゆるこの鉄のねバックルなので基本的には緩まない、タイプになってます。で見てくださいね。次ですね、おすすめポイントがあります。このおすすめポイントぜひ要チェックです。よいしょ、はい、こうやってねインナーも抜けますので乾かしてくださいね。はい、で次のおすすめポイントはこのベルトです。ここの540って書いてるベルトなんですけど、これがポイントになります。このベルトですね、実は見えるかな、内側でこのタンに結びついています。紐を引っ張ると何が起きるかというと、見てください、このね、よいしょ、オレンジのライン見てくださいね。はい、いきますよ。引っ張るとキューッと、はい、下がったのが見えますか。はい、もう一回注目です。はい、ターンを見ててください。ターンの動きを見てくださいね。はい、キューッと、はい、実は紐を引っ張って固定するとブーツのターン自体がグッと下がるようになっています。そうすることで足の甲の部分、足首の部分をしっかりと固定して足首の浮かないブーツになってます。はい、で通常のブーツだとね、この横からギュッと締め上げるだけなのでターンがギュッと変形してしまうんですけども、このブーツだとタンがぐーっと下がって足を固定するので、足幅も圧迫せずにね履くことができます。足の幅の広い人はねすごくおすすめのブーツになっています。はい、次はインナーです。これおすすめのインナーです。低温サーモと言われる足の形にフィットする素材を使っていますね。ギュッと 手を押すと手形のつくクッションとかありますよね。低反発クッションって言われるものありますよね。それのさらに上のグレード、熱がかかった時だけ変形するブーツになっています。なので通常の場合は硬い素材なん硬くてねクッション性のある素材なんですけども、滑っている時のブーツの中にこもる熱を使って自分の足にギュッギュッと細かい凹凸まで拾ってフィットしてくれます。そうすることでより滑り心地が上がって快適に滑ることができます。でこの素材も見てください。はい、ブツブツブツとねしたザラザラした素材あります。でこの素材が足の滑りを中で固定してくれる素材になってます。360度足を中でこう動かしてこう上げようとしてもこの素材がグリップしてくれてしっかりと足を固定してくれる、ブーツになっています。さ、ノースウェーブのいいところはねこれだけではないですよ。はい、これ見えるかな、光が入るところ、見えないかな、見えないね。はい、ですね、実はこの足首の部分の固定する内側のクッションが非常に、立体的な凹凸を取っています。見えるか、これ見えたかな、はい、これ光当たってますね。はい、そうすることで、この部分が普通なら
足のですね、このかかとの部分だけ固定するところをクッションがギューッと包み込むように固定してくれるので、かかととくるぶしの上を2箇所で固定してくれるので、かかとの浮きがしっかりと固定できますよというブーツになっています。でさらに、このブーツは見てください、これ、はい、アジアンフィット書いてます、はい、ブーツの日本人は横幅が広くて足の甲が高い人が、ね、多いので、この部分、黒い部分もありますね、この部分が柔らかくて伸びる素材になっているので、足の幅の広い人でもこの横の圧迫を軽減してくれますよってね、ブーツによって足の幅の広い人はぜひこの、ね、ノースウェーブのブーツ1回履いてみてくださいね、はい、でよいしょ、実際、はい、この、エッジというブーツね、はい、今回にあのレジェンドという、ね、モデルがあったんですが、僕が、ね、去年まで履いたブーツなんです、それのフルモデルチェンジの、ブーツになってますので、ぜひ要チェックです。カラーバリエーションです。まずこの、はい、アースカラー、こちらもね、はい、グリーンの、はい、アースカラー2トーンです。はい、黒とねブルーになってます。はい、次が、はい、ホワイト、かっこいいですね、はい、とブラックになってます。はい、このエッジ、軽くて柔らかくて、レスポンスがあり固定力のあるブーツです。非常に滑りやすいブーツになっているので、ぜひね店頭で足を入れてね、試し履きしてみてください。絶対おすすめのブーツになりますから、よろしくお願いします。はい、それでは今回、ノースウェーブのエッジという、ブーツをおすすめさせていただきました。ありがとうございました。バイ。